しレオナを救い出した大たち。次なる戦いへの準備を進める中、壊れたマダンガンがマーブに一つの決断をさせる。一方、アルンシュレイ・ハドラーのもとには死神キルバーンが現れる。そして魔王軍の巨匠祈願城はついにその真の姿を見せるのだ。